東京から来た人いる？おい、来たんだ。よう来たの。大阪いる？大阪。おお、この2つ行ったら名古屋が黙っちゃいないな。名古屋いる？男ばっかりが名古屋。来たな、きしめん。名古屋、例えば北海道とかいる？北海道いるよ、ほら。拍手拍手、ほら。泣きまめに見てるよ、噛んだ唇、遠くなる気がする。どうすればいい？何を見てるの？知りたい。よく僕は外国なんかよく行ってる時に、そのやっぱりもっと問題あるもんね、日本なんか本当にあの暮らしやすいっていうかさ、向こうは本当にあの危ないとこ危ないし、その暮らしづらいとか、もっと政治自体がさ緊迫してるしね、だからまだそこはないって言ってられないよね。もう日本もきっとだんだんそうなってくるんじゃないかな、そういう時にやっぱり一人一人の意識で、自分の意識の持ち方で世の中変わるぐらいのさ、あのあれで行きたいですよね、僕一人が思ったってじゃなくて、実際に変わっていくと思うんだよね、一人が違うって言えばね、